トッシーの面々最弱から最強へ。トッシーの面々。はい、お疲れ様です。トッシーです。チャンネル登録者1万人を目指し、母の介護をしながらラーメン店さんを応援していきたいと思いますので、よろしくお願いします。今回のお店は都営大江戸線温泉中町駅からは徒歩約1分のこちらのお店です。これで飯野田さんです。はい、ですね、こちらのお店ですね、何やら間違った情報がだいぶ拡散されてるなということで、ちょっと僕も気になったんでいくつか訂正させていただきたいなと思うんですけれども、まずですね、口コミで結構言われているのが、東池袋大勝軒の飯野店主、2代目店主の飯野店主と、仲がいいそうなんですけれども、兄弟弟子ではないそうです。でしかも共同経営をしているっていう話が結構口コミで拡散されてるんですけれども、全くそんなこともなくてですね、店主一人で経営をされているということだそうです。あとですね、ちょっとびっくりしたのが、牛丼の吉野家ホールディングスさんの店舗入れとかですね、なんか運営が吉野家さんだっていう話になってるらしいんですけど、全くそんなことはございません。店主一人独立の、して、曲がりで営業されている、これで飯野田さんだそうですね。まあ、今日たまたまちょっと店主の方といろいろお話しさせていただく機会があったんですけれども、僕も気をつけなきゃなってすごく思ったのが、やっぱりその口コミとかですね、結構間違った情報を拡散する方、僕もね気をつけなきゃなと思うんですけど、やっぱりちゃんと確認をですね、店主にしていただいてから拡散するようにした方がいいのかなとは思いました。僕もまあちょっと配信する側ではあるので、間違った情報が取れてないようにですね、今後も気をつけていきたいなと思います。よろしくお願いします。はい、それではちょっと長くなりましたが、これで飯野田さんのラーメン最後までご覧ください。どうぞ。トッシーのめんめんめん。はい、こちらは毎金オーダー制です。メニューはラーメンのみ999円、ライスと生卵1個サービスです。お支払いは千円札のみでお願いいたします。お釣りは1円玉が用意してあります。生卵1個にライスはセルフになります。なんとかっぱ漬け、にんにく、生姜まで無料と嬉しいボリュームとサービス。もちろんライスいただきます。かっぱ漬けは本当嬉しいですね。好き。いただきます。まずはスープから。サラサラの醤油チンタン、やや甘めの和風な味わいで優しい。天かすがそばやうどんみたいにくどさのないコクをプラス。ラードでしょうか、熱々ですごく美味しいです。続いて麺です。もっちもち極太縮れ麺。麺肌はもちもちだけどしっかりとコシもあり、 300g とかなりのボリューム。一見すると JK に見えるけど全然優しくて食べやすいです。もうほんと熱々です。具は豚もやしに薄切り豚バラチャーシュー、天かすにナルトです。豚バラチャーシュー 100g、 薄切りでふわふわな食感。もやしも 200g とがっちりボリューム、ふたしゃき食感がたまりません。見た目ほどジャンクでギトギトな感じは全くなくて、
優しくて全体的に食べやすいです。肉汁がスープに溶けた頃合いを見て、かっぱ漬けライスに乗せていただきます。パクリ。これはもう間違いございません。サービスの生卵は TKG にしていただいちゃいましょう。もちろんスープイン、個人的には全体的には優しいので卵かけご飯がおすすめかなと思います。お肉がふわふわでまあ美味しいですよ。ご飯が進みます。麺 300g、 もやし 200g、 肉 100g にライスと生卵サービスの大盤振る舞い、アラベコさんにはもってこいのラーメン。非常に繊細で細やかな仕事の全く新しい優しい味わいとビッグボリュームの満足感、とっても美味しかったです。これで飯野田さん、ぜひ行ってみてください。ごちそうさまでした。新企画、トッシーのおごるし。ラーメンが好きな方、ラーメンデビューしたい方、俺ラーメン作ってますよという方、私、YouTuber ですという方、老若男女、どなたでも OK です。僕の YouTube に出演していただける方にラーメンおごります。僕の Twitter か Instagram に DM ください。お待ちしてます。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。